期待者の竹下敦です。私ですね、禁じられた遊びが弾けないんです。今までね、弾かないと思ってたんですが、好きじゃないんですね。かったりメロディーラインがで、好きじゃないんでずっと弾かなかったんですが、簡単なんですよ、すごく。まずクラシックギターなりね、持ったらまず最初にやるのは禁じられた遊びみたいな感じで、で私その段階をすっ飛ばしちゃって、ギターを始めちゃったんで、禁じられた遊びを今更ね、こう真面目に弾くのがどっかこう気恥ずかしいみたいなところがあって、でまあ今譜面をね、書く作業をずっと延々とやってまして、でまあ禁じられた遊びも、譜面を起こさなきゃいけないんで、いざやってみたんですけど弾けないんですよ。これ伝えるの難しいんですけどね、気持ち悪くなっちゃうの。なんだろうな、弾いててね、指が止まっちゃうんですよね。でね、譜面にしててもペンが先に進まない。でも嫌いでもやらないとね、これしょうがないんで、いやいややりますけど、どうなんだろう。嫌いってことはどっかで好きなのかな。まあいいや、とにかく絶対弾けるようになってやるからな、見てろよ。